おはよう。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。またじゃあやってきました。第3弾。3弾。まあ目的俺らの。はい。うん。なんだっけ。呪われるですね。うん。頑張ります。石神井公園ですね。石神井公園。はい。石神井公園、石神井池と三宝寺池っていう池が2つあって、うん、この三宝寺池っていう方が実は女性の霊が出ると有名な心霊スポットになっておりますので、この道をずっと先進んでいきまして、なんか鳥居が2つこう向き合ってる広場みたいなところがあるので、そこが一番ちょっとゾワッとくる場所なので、うん、了解。じゃあ行きましょう、はい、行きましょう。笛みたいな音しない？まあ、今してたよな、笛みたいな音。しましたよね。うん。何だろう。うん。何の音聞こえました？笛？俺、笛っぽく聞こえた。なんか口笛っぽい感じしましたよね。うん、これ見えてるのがもう三宝寺池ですね。水に近づきすぎると引きずり込まれるみたいな感じが一応あるので、こっちに、はい、うん、こちらに一個やってる鳥がありまして、何の鳥なんだこれ。しかもさ、あの扉の奥何なの？なんか城下なんかで閉まる。なんかそうですよね。なんかヤシロっていうか。なんだろうこれ。防空壕とかってこと？ああ。これが一個。で、うん、その後ろ反対側を見てもらうと、結構怖いな。これ怖いですよね。じゃあちょっとね、こうでこう。雰囲気はまあ結構かなりあるね。はい、うん、まずこの池がですね、うん、昔ここに石神井城というお城がありまして、うん、それが敵に攻められて破壊された時にですね、こういったものをご用意しました。こっくりさんです。こっくりさんにこの2人の中でどっちが生贄になるべきなのか聞いてみまして、こっくりさんに決めていただいた方に
生贄になっていただいて、10分間ここに放置して生贄になってもらおうと思います。はい、やりましょう、やりましょう。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。進みください。来てんのかな。OK か。はい、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。こっくりさん、こっくりさん、下間としくりさん、どちらが生贄になるべきですか。ちょっと来てる。え、マジですか。うん、あれな、来てない、これ。と、鳥から出てますよね。鳥から出てますよね、うん、動かしてます。動かしてない。死？いや、どっちも死じゃないですか。どっちも死ですって。動かした？動かしてないですよ。動かしてない。動かしてないですよ。いや、もう二文字目で分かるやつじゃないですか。いや。タを抜けたあたり、ずいぶん早足でしたけどね。じゃあほら。俺先輩だし。よし、やろう、はい、やりましょう。よし、何書いたの。魔法人です。魔法人、はい、あ、そう、全力の魔法陣です。これじゃあもう生贄感ないから、はい、もう、うん、縛りましょう。緩くない、緩かって言って。縛って、あと、ね、ハロウィン近いからね、これをして、じゃあこれで生贄を捧げます。じゃあこれで俺一旦離れるから。いい？わかりました。うん、で、まあ、2、30分したら戻ってくるんで。長い。じゃあすいませんが、例の皆様、ひたまをよろしくお願いします。ちょっと一回、よし、じゃあ頑張って。はい。めちゃくちゃ笑い声するんだけど、すげえ声聞こえるんだよ。はい、だいぶ2、30分経ったんで、そろそろ許しに行こうかなと思います。怖い。
今までで一番しんどかったです。あ、そう。精神的にも肉体的にも。まあ、ふざけない方がいいよ、こういうとこで。本当ですよ。本当ですって。チャンネル登録よろしくお願いします。